いやー迷惑なんですよねはい皆さんお疲れ様ですあのねお金のためにやろうとするとこうも人は汚くなるのかっていうことのいい例なんですよちょっと私詳しいことは分かりませんけどもタイトルを読ませさせてもらいますね「ばあちゃんのワンオペあんなもん飲食の権利ない」「人気 YouTuber が飲食店を名指し酷評」「批判殺到で動画非公開に」ってありますよね これおそらくなんですけども、どこの誰かわかりませんけども、人気の YouTuber さんがね、自分のアクセス欲しさに、それから人を茶化して笑って自分の人気取りをしようと思ってね、えー、本当に一生懸命小さな飲食店を経営してらっしゃるおばあちゃんのワンオペって書いてますけども、そういうところにわざわざ自分で出かけていってね、で、レビューゼロなわけですよ。ね、レビューゼロってことは、 まあそんなにクオリティの高いサービスじゃないけどもでも支持してる方がいるんだろうなっていうのは好意的な解釈ができるはずなのに叩くのを前提にアクセスを集めるのを前提にそれこそね Yahoo! のトップページに出たいことを前提にこんなことをしてるわけですよ最近のそのバカッターっていって飲食店の迷惑とか帰り水にね無茶苦茶な食べ方とか汚し方をする人をなんか取り上げているのもありますけどもあれと同じレベルなんですよねあの何が迷惑かっていうと 私もををやって生計を立てるところがありますよでもねこういうんなことはしないですこんな下品なことは人を叩いて人を恥ずかしめて誰かの権威とかね失墜させてその上に自分の金銭の収入のね糸口を築こうなんて思わないですよ 少なくとも今回、こなんとかかんとかっていう YouTube グループ、人気らしいんですけど私このニュースがあるまで知らなかったですし、これからもこの人のアカウントにアクセスすることはないでしょうね。ただね、まあ、お稼ぎなのかもしれませんけども、私はもうはっきりと明暗が分かれたなと思うのは、私はこれをしないってことなんですよ。レビューのゼロの店があるとしたら、そのレビューゼロなのになんでやっていけるのか、その秘密に迫りたいなと。で、私の経営してた店ってのは、 評判もあったたんですけども潰れましたからねだからこんなレビューとかっていう誰かの評価に対してもう追い打ちをかけるようなことを前提にわざわざ車で出かけているこの貧性下劣さっていうのが迷惑だなと思います YouTuber ってのはみんなこんなやつらかっていうふうに思われるわけじゃないですか、ね、動画投稿の素人ってのはこんなやつらばっかりなのかじゃなくてより良いチャンスとかね よより良い情報を提供しよう人のお役に立ちたいっていう思いで優しく丁寧なこのテレビに代わるね新しい報道の役割を持っているいわゆる世間の風潮を作り得る存在だと思うんですよ。で YouTube をやってる方の中にもいろいろありますけどもねただ昔のバラエティ番組とかねそのダウンタウンみたいに誰かを汚したりとか誰かを貶としめてとか誰かをね痛めつけて。 みんなでギャハハ笑おうみたいなそんなことをやろうっていうのはね YouTube の中ではもうそろそろなしにしてもらいたいなと思うんですよねうん「夕闇にいざないし漆黒の天使たち」っていうタイトルですかうん何、まあ、な,なんでしょうね、まあ、で4人はカツ丼特製上うどん天丼天ぷらラどドの4品を注文するってところからもいやらしさが見えて透けますよだから4人で行って 経営者が1人で切り盛り盛してると思ったらね同じのを頼もうか俺も俺も俺もっていう風にしてほしいのにわざわざ違うものを頼んでどれぐらい手間がかかるのかってことをねこうやって分かってやってるわけなんですよね女性は「時間大丈夫ですね」と質問しメンバラは大丈夫ですと要するに時間がかかりますよってことを承認してるっていうやつなんですよ1品目が来るのに40分かかりましたっていう風に言いますけどもこんな店別にありますよ私だって別に近くのね店で。 30分40分かかってやっとうどんが1個出てくるみたいなところがあるわけですよでもそれはそれを楽しみにいってるわけですからね時間かかりますよっていうふうな前提をいただいて食事2時間ぐらいゆったりとその空間を楽しみに行く人にとってみたら確かにレビューは書かないけどもだけどねあの、まあ、最近の5分したらなんか飯が出てくるみたいなそんなねせせこましいスタイルが向かない人のためのお店だったりするわけですよ で、えー「小柳さんはうどんを食べうまっとするも何でもうまい」と含みを持たせコメント「かつおや天丼を食べたメンバーうまいと語るも社内もると「なかったね」とため息をつくとあーなるほどねそんなに別に食べながら嫌なこと言ったわけじゃないんですね、うん、バラバラで4品頼んのが失敗点だと振り返ってみればそうですよね一応レビューは書かないといけないと、うん、やっぱり急ぐ気がなかったのが腹立ちましたねといやだからそういうところなんだってだからねえ ゆっったりやっていいですよおばちゃんと、うん、俺たちずっと待つからさっていう風な優しいお客様を相手にしてる店なんですよ、うん、だからこんなねいちいちねあの文句を言いたいがための人を相手にするとこじゃないんですよね腹立つとか言っちゃダメだけどっていう風にもう言ってるわけですよ僕らの意見なんでレビューはと、うん、まあ意見なんでしょうけどもね言論の自由なんだけどもんつつましやかっていうのが あってもいいんじゃしいのは思い、ねかかね、美味し,美味しかったけど腹減ってたしなだからそういう人は行っちゃいけないんですよわざわざ車でね何十分もかけて行くわけでしょだからどんだけのチェーン店を素通りして腹減ってたのに時間がかかるところをわざわざ行くんだって話じゃないですか、うん、でもなんか味への評価ってのはねいいですよねうんそんなに悪い人たちじゃなさそうだなでもあんな空腹に身を任されて揚げ物なんて全部うまいんでとうん これも嫌な言い方ですよね腹が減ってりゃ何でもうまいみたいな言い方をしたら、うん、じっくりとゆっくりと丁寧に作ってくれた、うんね、おばちゃんを恥をか,かせることになりますよで、えー、と会計人店主がお,買いお菓子をくれたということでうまい棒をくれたと、うん、それも低評価若者にはお菓子をあげとけばいいとかみたいなそういういやこれは勝手にそう思ってるだけですよじゃああげない方が評価高いのかって話ですよたこ焼き味っていうのもムカつくしねって これだよねだから何でもかんでもケチつけたいわけなんですよこういうケチの多い人間っていうのはケチな人間なんですよねいや私もケチつけてますけども <laughs> もうすでにこの記事のタイトルで悪い印象からこの記事読んでますからねうんで「お母さんが1人で切り盛りしているお食事処」お昼時に4人でお邪魔したため提供には少し時間がかかってしまいました「チェーン店には出せない懐かしい味で満足でいいじゃないですかこれ」すごくいいいいこと書いてるじゃないか ね、提供には少し時間がかかってしまいましたっていうのもやっぱりこのレビューを読んだ人の参考になると思いますしね悪い人じゃないんじゃないんかこれは <laughs> カツ丼に関してはチェーン店の方が美味しいかもしれませんねと、うん、これはまあ何が美味しいかっていうのはね感覚ですからそれはそれでいいんじゃないですかでうどんもですとで結果メンバーがつけた総合評価星2つテロップでは結果遅くてうまいもんなんてこの世にないとしたえ、ね、は 遅くてうまいいものに出会ってないんでしょうね。まだ食の未熟さがここに出ているというふうな評価もできますねこの世にないなんてこの世のどんだけのものを今まで経験してきたんだ食べてきたんだってことですよまだまだこれから食文化裾野を広げていってもらいたいと思いますよねはい、えー「店員さんを思うと心が痛い」と書いてますけどもこれは何でしょうか小柳さんは低評価をつけることについてマイナスレビューしたら俺らが悪者みたいになりかねないって悪い悪いですよねもう完全に。 一方で店について客の質が悪かったとも批評、えー、これはまあどういうふうに評価をするかみんなそれぞれですからね結構押さえていった方、うん、改めて本音を問われると「本当ピー店やね」と「<laughs> 飲食店のあんなものは、うん、飲食の権利ないと」と、うん、だからこういうことをしてね、うん、飲食店やってる方を貶めることっていうのはねだから気に入らなければ静かに行かなければいいだけなんですけども ここううやっってて、死人に打ち打つようなことを言っていや常連になって毎日毎日通う人がねいろいろと言うんだったらまだわかるんですけどもどうせネタのために一回国旗で行くわけでしょ、うん、でなんかねあのある人を貶としめてこれによって自分たちのアクセスととか快感を得よよ。うとしてるわけですよ動画は4か月前に公開されたものだが飲食店の名指しで言いたい放題を起用している場面のスクリーンショットが23年2月6日にツイッターで拡散されると。 批判の声が相次いでまあそうでしょうね炎上商法かなんか知らんけど人を不幸にすることでしかアピールできない人は嫌いその通りですね店員さん思うと心が痛いこれが普通の感覚ですよ心の中で思うことがあってもそれはあの残らない形でねでそっと心にしまっておけばいい話なんですよかかった時間おいしいものを食べてもらうとおばあちゃんが頑張った時間でしょ普通にむかつくなこれまあそうなんですよだからね別にいいじゃないですかいくら時間がかかろうが だって食うだけなんでしょ多少お金を払うんにしてもで長い時間そこにいさしてもらうんだから場所代とかっていう効率考えたらお店の一方的な負担なんですよそれこそね5分で出して5分で食べて帰ってもらう方がいいわけなんですけどもそうしてないところの時間の奥ゆかしさってものを感じていくセンスはないんでしょうかねおばちゃんかわいそう多分こういうこと平気でいる人って飲食店で働いたことないしまず思いやりとかないんだろうなまあまず思いやりはないでしょうね とにかく、あの、基本的には YouTuber なんてのアクセスのためには人を恥ずかしめたりとか貶めたりすることは平気な連中なわけですよ。<laughs> なんかね、私もやってて寂しいですけどね。で、批判されたらね、動画を非公開するってところでビビってるところもあって、さらにしょうもない人だなと思うわけなんですけども、誰でしたっけまあ、よくわかんないですけどね。はい。ということで、やっぱり何かね、アウトプットすると、うん、それなりの制裁を受けるってことなんですよ。 だから関係ない奴が叩くなみたいなことをね言うかもしれませんけどもあの SNSYouTube とかこういった誰でも見れるような記事にする時点で関係ない人に叩かれても仕方がないっていう前提がありますんでね関係ない私がちょっと叩かせていただきましたでもこれ私がこういうことを言うってことは私自身にもこの言葉って振りかかるわけなんですよだからいろんなところでね丁寧な行いをしなければお前なんだっていうふうに私の中の私が 私に対してね、叱ってくるかなってとこです。はい。ですんでね、まあ人を酷評するってことは自分の評価そのものなんでしょうね。はい。じゃあ今回は以上です。えー、いい飲食店にね、皆さんも出会えるといいですね。